イル。すいません、あのメニュー、はい、すいません。もういっぱいうまそうなんな。ウーロンハイ、は無理。緑茶ハイも無理。レモンサワーだろうな、これな。やはり。生ビールは、はい、ハッピーアワー、オールタイム290円。あ、期間限定で。何しようかな。う禁煙だから吸えねえのか。はい、生が来ました。いただきます。あ、うめえ。この泡がクリーミーで、クリーミーで、うん、泡クリーミーだ。あ、うまい。しっかり、いや、これ、ま、生がまずいとこはもうダメなんだ。生がね、まずいとこはダメなんです。なんだこれ。しようかな。餃子、餃子食いたいな。ありがとうございます。餃子と冷やし麺。どうしようかな。
わ、迷うなこれ。迷うな。レモンサワーと、焼き鳥と、レモンサワー焼き鳥にレアですか？あと、はい、そうです。あと、餃子6個。はい、以上です。焼き鳥にレアへと、はい、今片付けます。餃子6つ、6個。餃子3つ、3個です。あと、このレモンサワー。餃子3つ、3個。いや、6個、6個、6個、こっち、こっち。うん、はい。これレモンサワーね。レモンサワー。はい。焼き鳥にレアへ、餃子1枚。はい、そうです。一人で来ましょう。餃子つながります。これと、これと、あとこれ。やっぱね、あのレモンサワーとね、あのジョッキはね、生はね、もうこれ定番なんですよ。でね、この生がまずいかうまいかでも大体この店の管理状況が分かる。まあ、生の鮮度だな、結局生の鮮度と、あと しっかりその、あの掃除してあるかっていうのを、あの大体それでもう分かる。レモンサワーいただきます。はい、完璧。あ、酸っぱい。これは酸っぱい。あ、これ、あれだ。あの、なんとかかんとか原子の、あの、神曲。これ流れてるからもうあれだな。音声バンカマから。音声バンカマからな、これな。これ拾うんだよ、これ。これ、あの、拾うんだよ。BGM、店内の BGM 拾って、ジャスラックに。お、来た。あ、うまい。バンされる。下手したら音声がもうバンされたのかな。あ、レモンか。レモン。ヨネズ原子。原子だったか、原子だったか忘れたけど。いただきます。あ、うめえ。むちゃくちゃうめえね、これ。
うわ。うわ。うわ。これうめえわ。これ。あ、うま。うめえ。あ、うめえ。これめっちゃうまいな、カレー。このレモンサワーがね、レモンサワーめっちゃ酸っぱいんです。あの普通のやつとか普通の店とか酸っぱいですね、これ。これうまい。ランチ、ランチうまい。俺酸っぱいの好きなんだよ。餃子来ました。餃子来ました。餃子。ただ。醤油とラー油で酢とブラックペッパー、 あと一味唐辛子をタレに入れて。餃子いただきます。
ちゃくちゃうまい。これ中に、中にね、まあね、肉汁がね、とんでもなく出てる。出てきてる。とんでもない。めっちゃ、あの、肉汁がブワー、餃子6個って言ったらね、熱日高屋の一押しで餃子だ、餃子出来たて餃子うますぎる。熱くてで、あの肉汁がブワーッ、餃子最高だな。
メニューちょっとすいません。生ください。以上で、
めっちゃ泡がクリーミはい。かなり酸っぱいです。いろいろね、お店でレモンチューハイ、レモンサワー頼んできたけど、これここは一番多分酸っぱいですね。日高屋が一番酸味が強い。
今ね、生ビールのジョッキを注いでるとこ見たんですけど、完全に機械化されてます。俺今まで寿司屋でバイトしてた時に、まあ、生ビールって頼まれる時があって、自分でこう傾けて、機械のあれに傾けてこうやって、まあ前はあれ全部自動で、その傾けみたいな、こう最初はこう傾いてて、こう最初傾いてて、でもう機械がもう徐々にこう立てるみたいな、機械でこうぐわーって立てる、これ初めて見ましたね。機械化されてるみたいですね。なるほど、これは知らなかった。俺が高校の時にバイトしてた寿司屋の時は、もう自分でそのジョッキにビール注いで、最初斜めにして徐々にこうするじゃないですか。立てて、で泡立てて、まあ大体7対3ぐらいで、全部土台が、機械が全てやってくれてるみたいですね。ありがとうございます。
まあ、熱々だ、出来たて、出来たて、出来たて。すいません、これ落としちゃって。ああ、それです。すいません。俺の蓋を落としちゃってた。地面に。地面に落としちゃったんで、ちょっと今、店員さんにちょっと 言ったんですけど。
はい、僕です。あ、生一つ、生ビール1つ、はい、以上で、はい、G からリンクです。はい、ありがとうございます。
お手間待ちです。
Quick, quick, quick.